なぜ東北道はいつも混んでいるの、常磐道はガラガラなの。まず東北道と常磐道はそれぞれ東京都内から仙台周辺まで共に高速道路と伸ばしておりまして、不思議なことにいつも東北道は混雑してるのに常磐道はガラガラなんですよ。でもね、驚くべきことに常磐道の方が東京都内から仙台周辺までの走行距離が25キロも短いため、むしろ常磐道使わない方が損に見えるんですけど、残念なことにドライバーから嫌われてしまう3つの欠点があるんですよね。それでもある一つの条件を満たした時、全員絶対常磐道を使った方が良くなるので、動画今のうちは保存して実用してほしいんですけど、まず一つ目の嫌われポイントが車線数でして、これね、東北道の起点の川口ジャンクションから仙台まで少なくても片側2車線あるのに対し、常磐道は広野インターチェンジから山本インターチェンジまで80キロの区間でなんと片側1車線なんですよ。だからね、追い抜きができずイライラするという理由からドライバーに敬遠されてるんですけど、なんと2つ目の理由がこのイライラに拍車をかけておりまして、それがサービスエリアの数。例えば東京から仙台方面の下りの場合、東北道はサービスエリア6個あるのに対し、常磐道は4個しかなく、特に鬼畜なのが茨城県の中郷サービスエリアから福島県南相馬鹿島サービスエリアまで約120キロもない。そしてそのうち半分ぐらいが片側1車線ということなんですよ。そしてね、パーキングエリアも常磐道は東北道に比べて少なく、だからみんな使わないわけですが、3つ目の切られてるポイントがとどめを刺してきて、それが制限速度でして、あのね、東北道は現在気温100キロ出せて、部分的にはなんと120キロも出せるんですけど、常磐道はなんと1つ目でお話しした片側1車線の区間が制限速度70キロで、だからドライバーはみんな東北道を使うんですけど、これね、全員絶対常磐道を使った方が良くねとなる条件が一つございまして、それが東北道15キロ渋滞で、これね、どちらも渋滞してなかった時、東北道の方が常磐道より東京仙台間30分ぐらい早くなるんですけど、これが東北道15キロ渋滞しただけで逆転してしまいまして、常磐道の方が早く着くようになる。そしてね、ほぼ必ず15キロ渋滞する時っていうのが3つございまして、ここをね、保存やシェアで僕のアンチとかにも広めてほしいんですけど、それがゴールデンウィーク、お盆期間、そして年末年始。あのね、そもそも東北道ってトンネル回避して作ってるので、 S 字カーブや坂道が多く大渋滞しやすいんですよ。それに対し常磐道は2015年に全線開通したばっか、なおかつ平坦な道ばっかなので渋滞しにくいんですよね。だから東京都内から仙台周辺に向かう時や、東北のもっと遠くに行く時は Google マップを使って東北道か常磐道を選んでみてください。きっと今より常磐道使う人増えるようになるはずです。さあ、今後とも旅行の豆知識どんどん発信していくので、チャンネル登録と周りの人一人に僕を紹介してください。きっとね、ハマる人とアンチになる人がいると思いますよ。よしよし。現在会員数1万人以上いるめちゃ得は、飛行機がどこでも15,000円、そして新幹線が1万円引きという、なんかめちゃめちゃ安いんですけど、からくりとしては従業員がおらず仕入れた原価で提供できてるので、こんだけ安くできてるわけですよ。なので年に1回以上旅行やビジネスで新幹線や飛行機を使われる方は絶対使った方がいい。詳しくは概要欄かホーム画面の URL から動画お申し込みしてみてくださいませ。お待ちしております。